はい、どうもこんにちは、タッカキッチです。では不思議な的やってきましたよ。まあ一旦ね、今回が最後っていうことなので、一旦ね、うん、まだね、終わってない方も作り切っちゃっていいと思います。さあ、そんなね、的70回まで追加されたんですが、今回謎かけね、意地悪、もう底意地の悪さが破天荒すぎるぞっていう、まあ、それぐらいね、もう意地悪な内容だったんですが、まあそんなね、謎かけ、まああとね、ボスの攻略51回からね、やっていきたいと思います。はい、まずは51回、おいら謎のツモ、的さんおたけびできる、大きな声を上げて相手を振りませる技さ。この階にいるサンジャーシャウトは感電状態にする叫び声を上げるよ、避けないで受けてもいいかもね。こちらが、まあ、サンダーシャウトで、おたけびの、感電シャウトっていうのがあるので、まあ、感電を受けてからおたけびを成功させろというね、まあ謎かけとなっております。こちらがアクセ、こちらが箸のリングのおたけびを習得していってください。まずは感電シャウトで感電をしてからおたけびを食らわして成功させる。そしてあとは倒すだけです。はい、そうすることでクリアとなっております。ちなみにこちらでもらえるのがアクセルギアです。続いて52回の謎かけなんですが、用意するものがこの破毒のリングの中のベレーノ、まあいわゆる毒をねかけることができるもの、まあ猛毒ブルースでもいいですし、ベレーノでもいいと思います。ただしこれ気をつけて、錬金効果、実はねこの毒ガード紫のところに 50% つくんですけど、100になっちゃうんですよね。でここのお題がですね、自分が毒状態になりながらヘルシーサー、毒状態のヘルシーサーを倒せといったものです。ヘルシーサーのシルエットのものに当たると、こういう風にね毒々ゾンビ一緒に出てきます。そしてこの毒々ゾンビから猛毒の霧を食らいます。この時に毒耐性が100だと食らわないので、必ず毒耐性100にしないよ。猛毒の霧が来ました。これでかかってからヘルシーサーに、はい、ベレをして毒状態にまずをする。よいしょ、あ、なかなかかからない。さあ毒をかけて、あとは倒すだけ。ただし気をつけてね、自分の毒状態が解除されたりしてしまうと、これクリア扱いにならないので気をつけてください。さあこれで謎を解き完了。そして中身はラッキーペンダントとなります。はい、続いて53回なんですが、用意するものがこちら、まあ、冒険者のハチマキ、これを装備しながらイオマータの方、この杖のイオマータの方を取ってください。それでイオマータでタコメットを倒すと、はい、クリアします。はい、中身はヘルプラネットの壺。はい、続いて54回なんですが、まあ主人公が幻惑とマホトン、まあここで気をつけてほしいのが、呪文封印の状態以上と幻惑の状態以上にかからないといけないので、その体勢を外すことと、あとね武器、まあ杖だとねマホトン状態だから、呪文使えないので、物理特技、幻惑は関係ない物理特技、まあ僕のおすすめがビッグバンかな、まあビッグバンを使える方でいいと思います。まあ2匹のシルバーレベルが出てくるので、まずは幻惑と封印をかかるまで我慢です。さあ魔法トーンができたね。これ同時にね来ればいいんだけどね。さあ魔法トーンがかかった。さあマルーン様やってきた。あ、来たね。でここで呪文封印が結構早く解けるので、早めに倒してね、もうかかったらっていうように、まあ、同時に倒す、これです。そして中身は黒アイパッチとなっております。はい、55回のボスなんですが、こちら耐性、これね用意した方がいいよっていう耐性が、これ呪い、混乱、毒、この3つね。まあちょっとね、僕ね混乱ガード75しかないんですが、できるだけあった方がいい。毒、呪い、混乱、そして先ほど取ったヘルプラネットの、壺を使えば、まあ難なくクリアできると思います。
まあ、まず最初はヘルプラネットを呼び、よいしょ、あとは適度に回復を入れながら、よいしょ、さあベフォーマンもやってくるね。でフォースブレイクになるんですけど、こいつがね光の波動をね直してくれるんですよね。こういうふうにね、状態異常の効果、まあ、なのでフォースブレイクあんまり気にしなくてもいいのかな。とにかくこの状態異常、動きなる行動不能なるね状態異常に気をつけて、魔食とかね、まあ、呪いとかね混乱、正直ね、まあ、避ければいいので、僕はいらねえんだよっていう方はうまくねこちょ魔食を避けてください。よいしょ、さあグランドショット、これフォースブレイクがちょっと入ってるとすごい痛いダメージなんだよね、あれ。よいしょ、さあウィークネスブレスでちょっとフォースブレイク状態になるんだけど、女神の波動で直してくれると。あ、そうか、どっちみちこれがあるから呪いはいるんだ。呪いはあった方がいいですね。よいしょ、あとは呪文耐性なんかを入れとけばね、まあ、今のダメージも多少ダメージ軽減されるので。さあ猛毒の沼で、そう毒のね耐性がなければちょっとねこれ離れないといけないですよね。でこの沼地がなくなるのを待たないといけないんですよ。うん、で時間がかかってしまうので、毒さえあればねこれ上に乗れるので、なので毒耐性はあった方がいいと思います。タンタン、はい、続いて56階なんですが、ちょっとねこれもめんどくさい。これ先ほどのイオマータの方の杖とは別に僕ちょっと作りました。はい、メラゾーマ、メラゾーマの呪文が必要なので、このメラガイアの方なのかな、これ覚えた方がいいです。これ別で簡単にすぐちょちょっと2段階アップするぐらいでね作れるんで、メラゾーマね。でこのメラゾーマを覚えて、このアサシンブラッドなんですが、ヒットポイントが赤の状態、まあ、いわゆる瀕死の状態に 25% 以下の状態でベナゾーマで倒せといったことになっております。まあ、なのでダメージが減る前にねちょっとねすぐとどめをさせるように、アサシンブラッドのヒットポイントを減らしといた方がいいです。あ、倒しちゃうからこれ、あ、ギリギリだね、よかったね。でベホーミング回復したからね。で赤になって、さあメラ、あ、まだね、あ、 赤だね、これこれでいいね。よいしょ、でこれで、はい、討伐。はい、そしてこちらがマガタマとなっております。はい、続いて57階、こちらがですね用意するものが、まあ、両手剣のフォースブレイクの方ご用意してください。フォースブレイクの方ね、これね。でこのフォースブレイクが必要なんですよ。でこの煉獄帳にフォースブレイクを使うだけでここは終わります。はい、簡単と。ここがモノクルとなっております。はい、続いて58階の謎かけなんですが、特にここ用意するものはございません。強いて言えば盾を装備してはいけません。盾を装備しずにこのミステリーピラーの転びを受けてください。ただそれだけです。さあ足払いですっ転んで、この状態異常にかかるだけ、盾を装備しずにかかるだけです。あとは倒すだけ。そしてこちらがストーンマンの壺。はい、続いて59階なっております。ちょっとここはめんどくさくて、あちらの冥府の番人にホーリーライトを使用して怒らせる、そして女神の祝福を受けた主人公がザラキーマを冥府の番人から受けて倒すね。ちょっと手順がめんどくさいけど、まあ、用意するものが、まあ、女神の祝福と、まあ、ホーリーライトを使える装備なんですよね。なので僕は
この木彫りのロザリオホーリーライトねと、この盾で覚えるね、この女神の祝福の型を覚えて、まあ盾を持っていったんですが、もっと簡単な方法がある。これね、この2つだけでいい。銀ロザを装備して、まず最初に銀ロザを装備して、はい、木彫りのロザリオを装備する、これだけでいいと思う。まずはヒットポイントをね、ちょっとギリギリまで削って、で女神の祝福服をまずかける自分に、そして装備を変えて、さあ木彫りのロザリオを装備して、あとはホーリーライトを使って怒らすだけ。この2つ、まあ、盾作るのめんどくせえよっていう方は、この木彫りのロザリオと銀のロザリオ、この2つだけでいいと思う。ただね、ちょっとね、今見てる通り、ホーリーライト、あの CT があって、溜まるまでちょっと時間かかるから、ちょっと盾でいいやっていう方は、盾と、銀の座を用意していった方がいいと思う。で、怒ります。で、怒ったら、必ずザラキエモンをやってきますので、これを受け切って、女神の祝福で反応させてから、はい、そして倒す。はい、これで討伐。そして中身が大地の大竜玉。はい、続いて60階のボスなんですが、耐性が魅了と踊り、さらにベギラゴンがめちゃくちゃ痛いので、炎耐性を持つか呪文耐性を持ってください。まあ、僕最初ね、炎耐性を持ってたんですけども、最後のね回で呪文耐性がちょっと必要だったので、呪文耐性100にしております。呪文耐性のがいいのかな、そう考えると。うん、魅了踊り、呪文耐性、そしてストーンマン、道中で手に入れたストーンマンを使えば、まあ楽にはね倒せると思います。ストーンマンね、そして誘う踊り、まあこれ下がればね、そんなんじゃいるかっつったら、まあいらないんだけども、さあ仁王立ちをやってくるので、その間にねガンガン攻撃しましょうね。とにかくこの仁王立ちをやってる間に攻撃、あで範囲攻撃は一応取っておいた方がいいのかな、ごめんね、ビッグバン僕使っちゃったんだけど、そう、なぜかというと、こういう風にね雑魚敵を呼ぶんですよ。まあそれに合わせてサプライズラッシュとか使ってもらって、まあ、雑魚敵を呼ぶのを防ぐと防げるんですが、ちょっとごめん、今忘れてたな。範囲攻撃持ちはの技はね、ちょっと取っておいた方がいいかもしれないです。であとは普通に雑魚敵をちょっとね邪魔くさいので、先に蹴散らした方がいいです。この総流打ちがめちゃくちゃ強いのでね、気をつけようね。でストーンマンって2回呼んだ後叩き潰し打つ、やると思う。はい、これ叩き潰しをやった後消えるんで気をつけてください。これ消えると思う。もうあ、仁王たち、あ、次だな、次で多分消えるんだな。よいしょ、あ、ダメージ与えられて消えちゃうって感じかな。でストーンマンをすぐ呼ぶと、やばい、テンプテーションちょっと逃げようね。あ、まあ魅了100だからいいのか。よいしょ、さあ仁王立ちをしてくれてる間はもう誘う踊りがダメージ食らわないから、やっぱりそうだよね、ごめんね、これは避けなかんね。ダメージがない特技はストーンマンの仁王立ちちょっとね貫通しちゃうのでね、誘う踊りはもし耐性ない方はね逃げましょうね、後ろに。魅了100だからいいとして、で黄色で仲間を呼ぶので、さあショックを与えて止める。よいしょ、さあでも仲間呼んでくるんだろうね。あ、やっぱりそうだよね。よいしょ、まあでもストーンマの近くにいればダメージは与えられないので、
よいしょ。ストーマの近くにいようね。よいしょ、ちょっと回復しよう。しよう。よいしょ。さあ、んでもって。さあ、ベギーラゴンが、これがまたね、呪文耐性積んでないとね、500とか食らってめちゃくちゃ痛いんだ。よいしょ。これ総流打ちだったら死ねましたね、僕。危なかったー。よいしょ。さあ、仁王立ちが来た。よいしょ。あとはこの時に攻撃。はい、討伐。はい、続いて61回、こちらの嘆きのムーンを笑顔にさせろといったお題なんですが、用意するものがですね、こちら博愛の指輪のミリオンスマイルと満月リンクのボケ、これおそらくなんですけども、どちらを先に使用してもいいと思うんだよね。まあ、とにかくこの嘆きのムーンにまずミリオンスマイル、まあ、CT がある分ね、先にミリオンスマイルをね使った方がいいかもしれないんですが、そして満月リングに持ち替えて、そしてボケをかます。あとはとどめを刺すだけ。はい、謎解き完了。そして鬼神の眼光が入っております。さあ、続いてこちら、この62階ではあのライオネックをストームフォースがかかってる状態で倒せといったお題のとなっております。なのでこちらね、ヴィーナスの涙にストームフォースを習得することができるので、まあ、ヴィーナスの涙で、錬金効果をつけて、用意してください。ただしこのライオネックめちゃくちゃ強いです。レベルはそこそこね上げといた方がいいと思います。まずはストームフォースをかけて、よいしょ。であまりにもこれ僕強すぎて、仲間モンスターを呼び出した状態で倒したんですよね。そしたら仲間モンスターが間違って倒しちゃったんですが、その状態だとクリア扱いになんないので、自分自身でね攻撃しないと。なので気をつけてくださいね。よいしょ。さあ、これでクリア。そして風雷の印籠がもらえます。はい、続いてこの63階では、あちらのモヒカントを、まあテンションが乗った打上一辺で討伐しろといったね謎かけとなっております。まあ、用意するものがこの両手剣で覚える打上一辺の方、もしくはこの力のペンダント、この打上一辺を覚えるんでね、こちらを用意してください。さらにはテンションの上げた状態なので、まあ鬼神の眼光か、もしくは海馬の眼光、これが簡単に食べる3を覚えるので、まあ、こちらの方がいいんではないんでしょうか。あとはテンションバーンとかの状態でテンションを貯めてもいいんですが、こっちの方が簡単だと思う。海馬の眼光か鬼神の眼光、あと一発でとどめを刺せるっていう状態にして、まあロストアタックやろうね。よいしょ。そして溜める3をやって、打上一辺をやると。はい、これでクリア。さあ、こちらがシルバリヌスの壺をもらうことができます。はい、続いて64階では、ちょっとねまたこれ用意してください、すいません。本当に杖でメイルストロームの型、これを覚えてくださいね。えちょっと毎回ちょっと新しい型を覚えさせて、本当にめんどくせえなって思うよね。わかります、頑張ってください。もうここはそれを覚えれば簡単。この黒カビ小僧にメールストロームで勝つ、ただそれだけです。ちなみに余談なんですが、この魔力覚醒やった後にさっきのねこのタメルさんをやって、さらにねこのメイルストロームめちゃくちゃ強いです。はい、8700、めちゃくちゃ強いよね。そしてあるのが白アイパッチとなっております。
続いてこちら65階のボスなんですが、これねあんまり記憶がないんだよね違うか、まあ転びガードが欲しい程度なのかな。でもそれでもね避ければ大丈夫だと思うんだけど、とにかく先ほど取ったこのシルバリヌスかな、シルバリヌスの、はい、呼び出して壺で呼び出して、あそうかこの闇の波動だ、闇の波動をちょっとね食らったらちょっとめんどくさいことになるので、できれば避けるって感じなのかな。あとは、まあ、ジバルンバサンダとか、まあ、結構ね避けれる攻撃っていうか特技が多いので、まあこの移動速度が遅くならないようにね頑張ってね避けて、ちょっとね僕みたいにね食らわずにね。さあこのミサイル連射はこのシルバルニスのダメージ半減かダメージ軽減でだいぶ軽減してくれます。これねシルバルニスじゃなかったらねもう即死でした僕、はい、ワンパンで死にました。なので絶対シルバルニスですねこれで。今ねもしよ兜割りが入ってるので合わせてフォースブレイク入れてためる3をやった後のこれビッグバンとかの方がいいんだよなね。よいしょ。さあまずは避けてと、ここ、まあ、大して難しい動きはないんでしなくていいのでわりかし簡単ではないのかと。この避けるものは避けていくでやっていけば、まあ、そんな難しくはないと思います。踏みつけも下がる、あ食らっちゃったねまだこれで、シルバルニスと、よいしょ。はい、討伐。そんなに難しいことないですね。はい、続いてこちら66階となっておりますが、こちらがあのグールに対してメナパに混乱状態にしたまま、ぶん回しで倒せといったものです。まあ、用意するものがこちらね、まあ攻撃時混乱でもいいんですけど、一番簡単なのがこれかな、メダパニ、うん、リセのリングでメダパニを覚えさせてください。さらに、まあ両手剣で、まあ、型の中で分回し覚えるものがあるので、まあ、この分回しを覚えさせてきてください。まあ、気をつけることって言ったらあれですね、とにかくグールを混乱状態のまま分回しで倒さないといけないので、まずは、あ攻撃時混乱あるんだこれ、まずは分回しで一発でね倒せる状態のヒットポイントまで持ってきます。でメダパニをかける、そして分回しを使う、これで OK。 はいクリア。はい、早手のリングがあります。はい、続いて67階、こちらのモモンジャを踊らせて、踊らせた後に倒せといったようなお題となっております。で用意するものがこちら、ハゲンのリング、まあ、手なずけるが必要なんですね。でモモンジャ2匹出てくるので、まあ、片一歩に、手なずけるをやると、まあ、魅了状態にするので、これで必ずね誘う踊りをするようになります。で踊ったらあとは倒すだけ、よいしょ。はい、これで討伐、忠誠の超過があります。はい、続いて68回は癒しの雨の効果をかかったベホマスライムを、リホイムがかかった状態で倒せといったお題となっております。まあベホマスライムがこのキラーアーマーと一緒に出てきます。ここはわりかし楽なのかな。で、リベホイムをかけて、さあ相手もね癒しの雨かかったのであとは倒すだけ、よいしょ。これです、クリア。そして中身はスライムベホマズンの壺。
はい、続いて69回、こちらがねインフェルノを倒せばいいんですが、まあ、ただねその倒し方なんですよね。この両手剣の黒炎帝の斬撃の型、まあ、最後のね、まあ、錬金効果なんですが、まあ、この邪炎波ね、この邪炎波を使ってインフェルノ2体を同時に倒せといったね内容となっております。まあ、とにかくこの邪炎波が結構強くて、邪炎波じゃなくてインフェルノがねダメージ結構食らうんだよね。なので死なないようにちょっと調整して邪炎波を入れてく、よいしょ。結構ねヒットポイント低いとねやられちゃう可能性があるから、錬金効果でちょっとねヒットポイントアップをつけた方がいいかもしれない。でちょっと隙あらばタメルさんやって邪炎波をやる、これで OK。 はい、氷腕の月飾りが入っております。はい、ではね皆様お疲れ様でした。70回、このボスを倒せば一旦不思議な的は終わりとなっております。さあこの最後のね70回のボス、必要耐性が麻痺、呪文耐性、ブレス耐性、さらに欲しい人は幻惑、転び、これが欲しい。でも、まあ、僕はこちらの耐性優先にしました。呪文耐性100、ブレス耐性82、そして麻痺ガード、うん、体の、上下で、ブレス、そして呪文耐性、足と、ね、腕でご用意しました。とにかくね呪文がねかなり厄介なので、呪文を100にして、まあ、呪文をラッキーターンとしております。でブレスも80に持ったので、かなりねダメージは軽減してると思います。であとはね物理攻撃なので、僕幻惑があればねすごくね幻惑ガードあれば楽だったんですが、まあなんとか気合で楽しました。うん、まあ最後は根性論ですけどね、うん、でこいつら2体出ます。2体ね。でまずは左側のねビブロンを倒します。はい、ベホまず読んで、まあ、100にしてるのでね、もう呪文はラッキーターンとなっております。まあ本当にね呪文100にしたらめちゃくちゃ楽よ。かなりぬるゲーになってる。僕はちょっとねちょっとでもねそんなぬるゲーは嫌いなんで、味わいたいんですよっていう方は、まあそこそこのね呪文耐性とブレス耐性を持っていけばいいんではないんでしょうか。まあ、僕はちょっとね本当めんどくさかったのでね、そうラリフォーをやってくるのでスライムウェホマズンがかなり楽なんです。でビッグバンドが範囲攻撃、正直ね眠らせてくれるからあんまりね範囲攻撃はおすすめじゃできません。ここね、まあ、一気に大ダメージを与えて両方とも早くやっつけるっていうねパターンだったらいいけどね。じゃ踏みつけも下がってね、よいしょ。さあさらに眠らしてくるね。結構魔法をやってくるので、この魔法がね呪文耐性ねレベル8の装備だと、んレベル8かな、うん、の装備だと簡単にね100に盛ることができます。ブレスとね呪文耐性、よいしょ。もうぬるゲー、呪文耐性を持ったらぬるゲーです。一番多分ね弱いんじゃないかってぐらい。さあソライムバイフォーマツに消えそうななることをちょっと気をつけるね。まあ、呪文耐性マジックバリアやってる くれるからね、よいしょ。まあ、100にせんでもいいかもしれんけど、やるんかい、よいしょ。ちょっと引き寄せといてプラズマブレードをやって、はい倒したと。さあ目を覚ましたので、その目をまず読んでと。でこいつもちょっとね物理攻撃強そうですよね。で結構呪文もやってくれるな後半この子。よいしょ、フォースブレイク、よいしょ。さあ突撃、今日こうやって後ろに下がれば避けれるので、よいしょ。さあ打上一辺、おっと闇の衣もやってくるんだねこいつ、よいしょ。やばいね、ちょっと。おっと、これは知らなかった。
まさかの封印があったとは思わなかった。まあでも避けれるよね、避けようねみんなは。ただ天使を張ってくれるので、スライムベホマイズンが、ほら呪文を耐性を持っとけばね、はい無効と。まああっさり殺された方がいいけどね、呪文耐性ね、あの呪文封印されてるので特技も。はい、最後ね、ちょっと気をつけてほしいのがこのマータちゃん、このね虹のフェザー、これねレベル65のねお題に入ってるんで、実はねこのレベル65に行かなくてもクリアできるんですよ。まあそこそこ、まああの63とかぐらいで僕クリアしたんですけども、なのでレベル65にならないとこの虹のフェザー最後の2つね取れないんで、レベル65までねしっかり上げてください。はいはい、ということで今日はですね、初日の的謎解きとボス攻略でした。本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。